5月8日をもって政府の基本的対処方針が廃止されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症ガイドラインを廃止いたします。お客様のマスク着用につきましては、個人の判断に委ねることを基本とします。写真、ミス日本の美人妻と河村隆一のラブラブショット。5月27日、28日にライブ、ザ・ベスト・オブ・ルナシー2023。 を開催するロックバンドのルナシーが18日公式サイト上で感染対策ルールの撤廃を発表久しぶりの盛り上がりを期待する声は多いがその一方不安を訴える人もネット上ではクラスターが発生したら悲しいマスクなしで横で叫ばれたくないと集団感染を危惧する声が寄せられています賛成派からは 文句あるやつは着なければいい。着用するなってわけじゃない。といった意見も上がっていますが、今回は発表のタイミングが悪かったようです。レコード会社関係者。一体何が問題だというのか。開催直前のルール変更。チケットの販売時は、まだ政府の基本的対処方針が廃止されていなかったため、声出しはマスクを着用した上ですることが参加の条件になっていました。 この条件を前提としてチケットを購入した人も多く、着用自由の発表を伝えたルナシーのツイッターには、公演1週間前のルール変更で裏切られた、マスク着用の記載があるからチケットを購入したのに、といった声とともに、ルールの再考を求める意見も寄せられています。同、レコード会社関係者、未だ感染拡大に不安を抱える人たちが多い中、 開催直前のルール変更が混乱を招いてしまうのも無理はない。つい先日も音楽イベントが話題に上がったばかり。ゴールデンウィーク中に開催された音楽フェス終了後に続々と新型コロナウイルス陽性の報告が上がり、ツイッターではクラスターがトレンド入りする事態に。ノーマスクでの声出し解禁には未だ否定的な意見も多いですね。イベント制作会社関係者。